ザリパイ先生のゲームやりたい。じゃーん。はい、どうも、最強ジャンプで一番大人気の漫画家ザリパイ先生だろ。ザリパイ先生担当斉藤 V だろ。なあ。まあ今日もでも、はい、ゲームで遊べるということで。そうですよ。ここは、はい、スクエアエニックス。よく言えました。いやー、すごいのがど真ん中に。はい、ありますね、斉藤 V よ。わかります？わかるよ。タイトルもね、書いてありますから、ね、読める読める。読めます。カタカナ読める。お願いします。トスエクンゴラド何にゃきじゅんばらんの。逆から読むやつ、ちゃんと読む。まあね、ドラゴンクエストですよ。そうです、ね、大人気。このね、バトルスキャナーから入る子もいるかもしれないですから、うん、そうだね。初めてやる人も、うん、こっからね、ドラクエファンになってもらうという意味で、はい、ぜひ遊んでもらいたく。その通りやね。ザリパイ先生にもね、体験してもらいたい。うん、ぜひやりたい。やるじゃい。やりましょうか、やりましょうか。今日ね、一人にしました。どういうこと？ザリパイ先生一人にしました。追い込んだってこと？いつも後輩とか呼ぶんですけど。追い込まれてんの？追い込まれてる。ちょっとなんか後輩に頼り感ありましたね。いや、頼り感あったかな。前回の古橋さんとかに。ああ、なるほどね。頼ってる感あったんでね。うん。今回は一人でドラクエに挑んでもらおうかなと。わかりました。思います。いや、もうありがたいですよ、僕からしたら一人で。そうでしょ？うん。その、一人でいるのは大変だと思います。大変。ゲストの方に。ほう。いただいておりますので楽しみでございますよ。はい、お呼びしたいと思います。うん、この方々です、どうぞ。よいしょー。さあ、変装してる3人組誰だ。変装じゃない、変装じゃないの。俺と同じタイプじゃないの、変装タイプ。これコスプレって言うんですよ。あ、これコスプレ言わない。変装って言わない。変装って言わない。なるほどね。自己紹介していただきましょう。はい、よろしくお願いします。カリスマスキャンマスター、りょうちんだろう。おありがとう。だろうの気合がありがたいですね。同じく、うん、カリスマのカッシーだろう。おお、いいテンションでございます。同じくカリスマのゆうみちゃんだろう。イエーイ。ありがとう。ザリパイ軍団です。まあ今日はね、うん、ザリパイ先生にも体験していただくべく、はい、うん、お三方に来てもらってますので、ありがとうございます。簡単にちょっと説明してもらいつつ、基本はでも本当にすぐ遊べちゃうんで。あ、本当？遊びながら教えてもらいたいからと。さあ、早速プレイしていきたいと思います。はい、ドラゴンクエストモンスターバトルスキャナー。はい、これ一体どんなゲームなんですか？はい、まあ、世界が闇に包まれてるんですよね。うん、で、まあすごい強い悪いやつがいるわけです。リュオ、ね、それを、はい、まあリュオって言っちゃってるんですけど、ここをなんとこのドラゴンスキャナー、はいはい、これはドラゴンスキャナー、伝説の杖、うん、ドラゴンスキャナー、はいはい、選べるものしか持てないこの杖で、うん、なんとこうモンスターを召喚して、うんうん、戦うわけですけれども、うんうん、なんとチケットが、チケット、あ、こちら、お、うん、お、S、ね、M、L の3種類あります、はい、チケット、はい、これがモンスターチケットと言いまして、はいはい、こちらの中の、うん、この二次元コードをドラゴンスキャナーでスキャンをして呼び出してバトルを進めていくものになります、はい、じゃあもう、じゃあ行きますか。はい、進めていきますか。はい、行ってみましょう。じゃあ、はい、スキャナー、よいしょ。全員バラバラ。じゃあまずはプレイヤー登録から、はい、教えてくれよ。そしてまずは性別を、はい、うん、あー、じゃあ男の子でいきましょう。はい、はい、行きましょう。ドーン、お、名前、はい、終わると、終わると。で、ここはちゃんと出てんだよ。そうです、そうです。40歳以上、以上、はい、出世、はい、初老だろ。今回ね、うん、はい、説明をしながらやりたいと思うので、うん、受けていいの？やりましょう。はい、行きましょう。じゃあお願いします。早速じゃあこれ、はい、練習してもらいましょう。練習しましょう。はい、そう、お、正しい距離とこの場所、向き、向き、はい、まっすぐと一定の距離を保って、うん、
スキャンするとうまいくらい。ほんまや、いけるよ、いけるいける。はい、この画面はそうですね、クエストを選ぶ画面になっております。でこれはもう、ま、ここだよと。そうですね、1回目なのでこの愛の村のクエストに挑んでいただきたいと思います。はい、行きましょう。遊びでは冒険の旅へ、旅に、あ、行きます。あ、こういう感じで行くんや。はい、もう、はあ、そうです。よいしょ。はい、あれ何あのマイクの人。マイクマンです。いや、マイクマンものすごく先走って持てるけど大丈夫。彼の運動量は抜群なので、はい、マイクマンの方がすごいみたいなことになるよこれ。彼がずっと実況してくれてる、ね、そうなんや。そうなんです、解説をしてくれる。まず一番最初に、はい、まだモンスターチケットお持ちでないので何もない。ボタンを押すことによって、うん、呼び出すことができるんです、モンスターを。よっしゃ、来いやドラゴン。ドラゴン最初からね、欲張るなぁ。結構な欲張り。ドラゴン。もう一枚、はい、キングスライム。あ、ウチアーノ。ウチアーノでこれ攻撃するとき、自分のときにこうタイミングよくボタンを押していただくと、その分、はい、おお、危な。ゲージが溜まります。このゲージは、はい、このゲージはテンションゲージと言いまして、これを貯めていただくと、はい、モンスターの技をレベルアップさせることができるんです。なるほど、はい、なるべくタイミングよくしっかりと、はい、自分が攻撃したとき、そして防御あの食らったときにも溜まるという、うん、へー、はい、2戦目が、はい、はい、はい、オーバースキャン。はい、ここでもう一体呼び出すことができるんですけれども、はい、そうね、本来はそのさっきのね、でこういうモンスターチケットがあって、そう、ね、あるとこう強いモンスターをこう出すことができたりとか、そうなの？いるんですけど、そうなんです。いやもう手に届く距離にあるんやけどね。でもこれはちょっと私のモンスターチケット。そう、渋っす。ダリパイ先生、すごい。え、しょうがないですね。V ジャンプについてた？お、もうバトルレックス。これ使えんの？使えます。今押して、おい、きたー。うわうわうわ、来ました、召喚。そうそう、はい、うわボスやん、もうボスめっちゃ強いやつやん。これでテンションが、そうです、先ほど貯めていただいたテンションチャージをこちらでどのモンスターの技をレベルアップさせるかというのを選んで、そらだってこのバトルレックス、はい、これでしょう。はい、だって他なんか可愛いもん。いや、そうです。可愛らしいやん。これすごい危ないよ。これやばいよ。これこいつめっちゃ強いよ。超ボ。これ大丈夫かな、竜王。もうね。まだ竜王までいけてるんですよ。まだ。竜王はもうギリギリちゃん。ビビってちゃん。いきますよ。あ、強いやつ。強いやつ。はい。ゲゲー。もうここです。さすがです。もう絶対勝てるもん。スマイルリザーデン。そんな楽しそうなやつ負けるわけないやん。負けるわけがない。おい、カードほら、追加のカードほら、追加いいじゃん、いいじゃん、ね、持ってったいじゃん。これでもね、あれなんですよ。え、友達のカードだとちょっとやっぱ能力が下がっちゃうんです。え、それぞれのそんなあんの、スキャンマスターとそのモンスターとか紐づいてるんで。あるやん、ほらこれあるやん。貸していいやつ。そうです、このゴーレムは、うん、このグッズ、このカードホルダー、チケットホルダーの付録でついている、ついてるやつだ。あ、これ、はい、モンスターチケットなんです。へぇ、はい、いくで、はい、はい、押してください。キャー、きたー。おぉ、すごい、こんなキビキビ動くゴーレム初めて見たぜ。じゃあもう一個は借りましょう。はい、はい、骸骨。骸骨すごいな、前線が。おい、大丈夫竜王。で、ここでまた2つテンションチャージができます。はい、じゃあもうこの新しく借りたゴーレム、はい、やっちゃいましょう。もし、そうですね、ゴーレムさん、これを1つ、うん、あ、テンションチャージで、あの、そしてさっきのも選ぶとさらに技が強い。あ、マジで火炎の息にする。よし、氷の息を火炎の息にするぞ。バトルリックス、カモン。テンションマックス。ふテンション上がってきたところ間違いないんですよ。じゃあ、この何スペシャルスキャンっていうのもね、やっちゃいますか。ここあるんですよ。なんかあるね。ぜひちょっとドラゴンスキャナーで読み込んでいただいて、いいでしょうか。読んでいい。はい、はい、それでいく。これ何、あ、とりあえず一回読み込んで、一回読み込んでください。はい、こちらを読んでいただいてから、あ、せー、読んだよ。はい、はい、スペシャルスキャン。そうなんです。何でも
二次元コードだったら何でもスキャンすることができるんです。うん、どういうこと？何でも本来はですね、このモンスターを召喚するモンスターチケットの他に、うん、このスペシャルスキャン専用のスペシャルチケットというものがあります。うんうんうん、本来はね、でそのスペシャルチケットを読み込むと、うん、とても強い必殺技を繰り出すことができるんですね。なるほど。そうなんです。なんですが、今日はスペシャルチケットが、そうなんです、お持ちでない。ない思いますので、あれ、何が？あれ？何が？なんか食べ、急にお菓子食べ始めちゃった。ええ、松尾ね。え？あれ、ほら、プリプリ、そんな自由な人やったっけ？え、何、どういうこと？見て、うん、何でも、でもそうなんです、でチケット以外の、あ、ということはお菓子についてるバーコードを、はい、本当スキャンしてみてください。え、ちょっとやってみていい？はい、はい、いくよ、はい、あ、来た、来ました。さて、何が出るか、お菓子いくんじゃん、お菓子いくんじゃん、ちょっと冷たい息、いや、ちょっとちょっとだけやん。いろんなのあるんですよ。ほんま？ードごとにいろんなのもある。本当にいろいろ試してもらって、ね。何が出てくるかわからないという。そうなので、ぜひいろんな、ね、はい、ね、スペシャルチケットがない人は、あ、はい、これの今のバーコードはちょっと冷たい息が出るバーコードやったってこと。そうですね。いろいろあるんです。これもバリエーションがありますので、はい、へえ、あ、倒してるやん。倒しました。そうなんです。はい、すごいだろう。見てみ見てみ見てみ。じゃあここで、はあ、モンスターが封印できる、お、封印、何封印って6体、はい、封印できるんですけれども、ああ、封印って何、はい、クエストが終わりますと、うん、こうして封印と言いまして自分のチケットにできるというですね、この状態になります。この6体封印できるモンスターを選ぶことができるんですが、このモンスターがチケットの中に封印されるっていうことね、はい、そうなんです、自分のチケットがやっとここで手に入ると、ああ、やったぜ、ですが運が良ければこの L サイズのチケットが手に入る、これね、かもしれないんですが、よし来い、 L サイズ来い、 L サイズ、あの、ぜひこの見ていただくと分かるんですが、 S サイズのみということでですね、まさかの、こればっかりはなんと、さっきもっと大きいのとやったよ、しょうがないよ、ホイミスライム、ホイミスライムにしましょう、はい、空をこう空中を浮いてる感じかな、そうですね、ふわ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 っとで、こうスキャン、スキャン、いいね、浮いてる感じが、ここで、はい、ポーズを選べます、タイミングで、タイミングで、そうなんです、すごい、躍動感すごい、あ、これさらに大事、はい、さらに、そして性格スロット、うん、押せばいいの、とりあえず、そうなんです、はい、うーん、でー、すばしっこい、すばしっこい、すばしこそ、そうなんです、今回はすばしっこいが出たら、この素早さの能力がちょっと上がるんねや、そうなんです、ですが、それぞれのモンスターごとに相性のいい性格がありますので、うん、それを引き当てていただくと大幅に、大幅にするんです、なるほど、それもぜひ狙っていただきたいですね、そですね、あそこのスロットも結構重要なんです、そうなんです、はい、お好きなポーズで、うわ、ほんまや、向きも、そうです、あ、なるほど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 、向きも変えれる、そうです、そうです、ここでオリジナル感が、 おほんまや、ほんまや、超オリジナル感、すごい、すごい、すごい、なんとも言えない、こういうラジオ体操みたいな、こんなんもできるってこと、そうです、そうです、でーす、ムッキリスリどこが上がるの、ムッツリスケベやったら今どこが素早さが上がってた、確か、はい、そうですね、素早さが、いや、いろいろ深いやん、なんか意味深で、意味深な感じ、ちょっとだけちょっとだけ、ほんとちょっとちょっとずらし微妙な具合で、まあ、オリジナリティだ、そうですね、お好きな感じでセンスが問われた、問われる、だいぶ問われます、うん、すごい、あんまりないですよね、横とかね、そうですね、自分のこのパラメータ見てるかのような感じ、あーするんだ、あー、プルンプルしてる、お、はい、おすごい、取るぞー、おーちょっと伸びてる、ちょっと引っ張った感じね、もうやり直しできないのがいいですね、そうなんですよ、一発で決めなきゃいけないという、でー、ガンコー、相性がいいね、出ました、何、相性がいい、はい、相性めちゃめちゃ強くなります、全部上がりました、そうなんです、頑固なんや、頑固者が相性がいい、はい、なかなか出ないんですよ、相性のいいものって、さらに今の相性がいい、うん、さらに最高に相性がいいっていうのも存在しました、はい、なんか変な人来たよそうなんです、この楽しさ1回目は、はい、ね、はい、
初めてのプレイの時にはですね、このチケット仮面、チケット仮面というキャラクターが登場しまして、さらに福引きをすることができます。できるんですね。福引き、はい、福引き引きますよ。いっちゃいます？はい、ここでも運試しです。そうなんです。じゃあちょっとドラゴンスキャナーをぜひここにエネルギーチャージ。ありがとうスキャー。どのモンスターが出るかね。そうですね、まだわからないですから。いやすごいやつ、絶対すごいやつ。さて何が出るのか。じゃーね、おお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 いやーめっちゃ強い。めっちゃ強い、めっちゃ強いです。正解はぜひより強く。ストイヤーチャンプ。はい、出ました。ぜひじゃあ下から先ほど、うわうわちょっと待って、めっちゃあるスキャンマスター、スキャンマスターザリパイのとか書いてある、はい、そうなんです。このポーズ、そしてこのザリパイのということで、本当にもう、うん、自分だけのモンスターチケットが手に入る。すごいね。これもそうです。ほら、さっきのスライム、頑固者。頑固者。そうですね。そうなんです。すごない？この大きさが全然違う。ほら、見て。これ。むっつりスケベと比べて、サイズが全然違う、これ。むっつりじゃタフガイの。タフガイ。タフガイと。そうですね。いや、すごいですよ。よかった、本当に L チケットが見れて。あのままやで。みんなで喜ぶ。いや、そうですね。あのままやったら。本当に喜んだ。ねいや、いうことで今回手に入れましたよ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。これは盛り上がるね。いや楽しかったね。楽しかったですね。いや楽しい楽しい。これどうです、どうですか。やっぱね、何が良かったってこの L サイズ。いや本当やっぱりこれをね、紹介できて良かったね。面白かったです。福引き、引けんのあれがすごい楽しい。はい、うん、そういう意味ではね、いろいろ簡単操作で面白いね。そうなんですよ、うん、本当にすぐ遊べるんで、すぐできちゃう。まあぜひぜひね、まだやってない方は遊んでいただきたいなと、うん、思います。はい、はいはいはい、あと一応ね、この模様がザリパイ先生が、うん、最強ジャンプの方、そうそう、漫画描いていただいてますので、そうだろう、うん、9月号の方で出ますので、8月5日発売かな。8月5日発売、はい、こちらもよろしくお願いします。ぜひ購入するだろうというような感じでございますね、はい、今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、ザリパイ先生のゲーム野外会。いらっしゃい、どうぞ。V ジャンプチャンネルご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。こちらのボタンから、お、ボタンが動く。そしてスマホの方は概要欄から。よろしくお願いします。